皆さんこんにちは。痛み通り10月3日号です。勤労感謝の日にちなみまして、11月23日の祝日、午前10時から午後5時まで三軒寺前広場や中心市街地の各店舗で、伊丹のお店で子ども職業体験働こを開催します。協力店は市内の23店舗です。食べ物、暮らし、ユニークの3つの職業グループから1つずつ体験ができます。対象定員は小学生200人です。保護者の方は見学が可能です。チケットは1冊2000円となります。このチケットで1人3つの体験ができます。1人1冊の購入となりますが、友達などと同じ体験を3つ希望する場合は3冊まで同時に申し込みが可能となります。そのお申し込みの受付なんですが、10月15日午前10時から20日午後5時までです。そして受付の方法は働こイベントホームページから電子申請をしてください。今ご覧のホームページとなります。応募多数の場合は抽選となります。詳しいお問い合わせ先です。働こ実行委員会、電話番号は 070-1509-7640 070-1509-7640 となります。そして E メールアドレスはご覧の通りとなっています。メールでもお問い合わせが可能ですので、お気軽にお問い合わせください。それでは今週の痛みだより性情報から進めてまいりましょう。それでは姿勢情報です。担当は藤井さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。10月に入り、今年も各地で秋のお祭りが始まります。伊丹市でも様々なお祭りが予定されていますが、今回は中心市街地で行われる秋の宮前祭りの話題です。それではご覧ください。こちらは稲野神社からまっすぐ南に伸びる宮の前通り。この通りで毎年春と秋2回開催されているのが宮前祭りです。今回は10月の8日、9日、2日間にわたって開催される秋の宮前祭りを皆さんにより楽しんでもらうために、このお祭りについて詳しくご紹介します。それでは宮前祭りについて詳しくお話を伺いたいと思います。お話を伺うのは宮前祭り実行委員会会長で仲間のご主人、大町さんです。よろしくお願いします。はじめまして。さて大町さん、はい、この通りで毎年盛大に行われている宮前祭りなんですが、はい、始まったきっかけを教えてください。まあ、この商店街に、まあ、70店舗ほどのアーケードのある大きな商店街でしたけども、それが飛行場線を渋滞してたのが、それを改修するためにこの商店街の真ん中を突き抜けるような、そういう工事をやったわけです。それによって新しいビルディングとかそういうものができたんですけども、やっぱり人通りが昔のように戻ってこなくて、でやっぱりその人通りをなんとか取り戻すためには、なんかみんないた商店の人たちの知恵を借りて、この宮原前の神社の東側に千坪ほどの空き地がありました。これを利用するということで、春はポピーで、秋はコスモスを植えて、でそれをまあお客さんに見てもらって、積んでもらって帰るというようなね、そういうイベントを借りたんです。でやっぱりそのだけではせっかくの人が来られるのでということで、ちょうど秋祭りの時期なので、この秋の宮の前祭りいうのをやらせていただいております。お祭りの日の宮の前通りなんですが、どんな雰囲気なんですか？この100メートルある南北の通りですね。ここにやっぱり模擬店とか地域の自治会の人の、お店屋さん、焼きそばとかたこ焼き、それと、まあ、子どもさんが楽しめるようなゲーム、そういうものもやっぱり中に入れて、お宮さんの参道には露天商の方が出してくださって、
それは大変なにぎわいでね、昼の最中でしたらちょっと歩けんぐらい大勢の人が来られます、はい、やっぱりそういうようにね、皆さんにやっぱり喜んでもらえるようなね、ここへ来て一日楽しんで帰ってもらえる、もう一回来たいなというような、そういうね、雰囲気作りをだんだんとこう提供していけたらなと思ってやっております。お祭りを始めてから街の様子は変わりましたか？はい、そうですね、やっぱりここにこういう店舗があって、こういうお宮さんもあるいうことがみんな、ね、認知される、まあ、情報の発信ができたということで、お客さんも増えたし、そしてまたこの言葉ぐらいいう図書館も、まあ、できまして、やっぱりこれは宮の前のランドマークやなって僕らは思ってるんですけどね、それもかなり人集客能力があって、それでやっぱり日常の人の数がね、やっぱり今までと違って結構増えましたです、はい、中心市街地は泣く虫と郷長や町中丸などいろんなイベントで盛り上がっていますよね、はい、宮前祭りが始まる当初はですね、まあ、そらイベントがあまりなかったんですけども、この宮前祭りのイベントというのにやっぱり影響があったのか、だんだんとこうその皆そういうアイデアを出しろって、痛みやバルとか屋台村で、まあほろ酔いコンサートとかね、いろいろそういうイベントを本当にもう毎月1回はどっかでそういうような催しもねされています。それによってだんだんと痛みの中心市街地に、まあ、人が来るようになって、とにかく痛みの知名度が上がってきました。少しずつ人口も増えて20万都市を目指してみんな頑張ってるみたいです、はい、そんな宮前祭りの一番の見どころを教えてください。宮前祭りはいろんな露店でおいしいものも売ってますけどもね、やっぱりメインの顔は宮の前の布団太鼓でね、活気あるエネルギーですね、街中を練り歩いて巡行しているということなんですけどもね。その布団太鼓についてより詳しく教えていただけますか？そうですね、やっぱりそれは宮の前布団太鼓の今総代されてるね、森田さんいう人がおられるんです。その人が全てそういうことに対しては詳しいので、まあ、その人に話を聞くのが一番ではないかなと思いますけれども、はい、分かりました。大松さんありがとうございました、ね、ということで続いて伺ったのは布団太鼓の蔵です。わあ、すごい迫力ですね。こんにちは。どうもこんにちは。布団太鼓についてお話伺ってもよろしいですか？どうもよろしくお願いします。とっても大きい布団太鼓ですね。ありがとうございます。大体重さはどれぐらいあるんですか？重さは基本的には僕自身は、いくらっていうのは答えてないんですけども、毎年毎年、担ぐ中で一人一人が、どれぐらいの重さかっていうのは自分で体験していただいて、楽しんでもらうと、これが、まあ、うちの一つの祭りの醍醐味かなと思ってます。大体何人ぐらいで担がれるんですか？そうですね、毎年、まあ、昔は60人とか70人で、必死になって担いでたんですよ。今となってはですね、100名からまあ、120、30ってとこですかね、まあ、その中で、交代でするんで大体70人ぐらいですかね、はい、大人の方だけで担いでいるんですか？一応16歳以上であれば、誰でも担げるという形でやってます。お祭りの当日はずっと担ぎっぱなしなんですか？休憩ポイントはあるんですけど、宮出してから、宮入りするまでは基本的に休憩ポイント以外ではもう全て担いでます。かなりの体力がいるんじゃないですか？そうですね、初め午前中はみんな元気いいんですけど、昼からはもうヘタヘタになってる人もいれば、今からやっていう人もいますし、それがまた面白いっていうのがありますね。もう本当に毎年毎年これを参加していただいて担いだ人しかわからないドラマがあるんで、本当に、みんなの力が一つになった時に本当に勇壮にね、綺麗に見れる太鼓なんで、本当にいい経験をさせてもらってます。そういうところが魅力になって毎年たくさんの方に楽しんでもらっているんでしょうね。そうですね、
うちの担ぎ手は宮の前だけじゃなしにいろんな地域から来ていただいてますんで、まあ、少なかった年もあるんですけども、その少なかった時こそ、本当に一生懸命担いで、担いで、来た方が、翌年に、自分の友達を連れてきてくれたり、宮の前以外でもいろんな人がね、応援に来てくれてます。そうやってどん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 広まっていったんですね。そうですね、今となってはもう100人を超える方が担ぎに来てくれてます。遠いところではどのあたりから担ぎに来られるんですか？まあ、伊丹市も含めてなんですけども、まあ、西宮、神戸、大阪、いろんなところから、来ていただいてます。今まさに準備が大変な時期かと思うんですが、準備を進めていく中で大変なことってありますか？もう全部大変です。もう本当にもう現場会のみんなようやってくれてるなと思います。本当に一人一人がね、責任を持ってやってくれてますんで安心してます。太鼓の方はどうしているんですか？宮の前地域の、毎年小学校4年生の、子どもたち、4人が神の子となってですね、原曲を叩いてくれてます。では今一生懸命練習されてるんですね。そうですね、曜日は決まってますけど毎週日曜日やってます。去年叩いたとかいろんな歴代の、太鼓を叩いてくれた神の子がいるんですけども、毎年毎年応援に来てくれたり、今年やった子が、来年の、小学校4年生の子に教えたり、いろんなことをやってますね。上の子が下の子を教えてという、そういった絆も生まれそうですね。そうですね、いろんな意味でもう本当に継承していってくれてるなって思います。ではそんな布団太鼓の見どころを教えてください。そうですね、全部がもう祭り全体がもう魅力的で、もういろんなところで見ていただいたらいいんですけども、特にって言われるとやっぱり宮上げと宮入り、それとまあいろんな休憩ポイントの前に全員で刺しますんで、1段出し2段出しっていうのも、あるかもしれませんので、ぜひ見に来ていただければなと思ってますんで、よろしくお願いいたします。森田さん、ありがとうございました。今年も宮の前通りで10月の8日9日の2日間秋の宮前祭りが開催されます。布団太鼓の巡行は10月の9日です。町の皆さんの思いがたくさん詰まったお祭りになっていますので、ぜひ足をお運びください。今年は10月の8日と9日に行われる秋の宮前祭りの話題でした。今年もね、宮の前通りが賑やかになるんでしょうね。それから勇壮な布団太鼓、今年も期待できそうです。そうですね、毎年宮の前商店会、自治会からおよそ20店の模擬店、フリーマーケットなどで通りは大変賑わいます。今年は伊丹市立図書館言葉蔵でもお祭りに合わせて工作体験や子どもたちによるショーなども予定されております。また布団太鼓は9日午前9時半ごろ稲野神社を出発し、午後7時45分ごろまで地域を巡行します。ぜひ皆さんお越しください。市政情報担当は藤井加奈子さんでした。ありがとうございました。